皆さんこんにちは。今回は一度見逃すと二度と見つからない世界任務ですね。理由として、夜限定しか出てこない NPC で、あんまり一度探索したマップを回る人はいないからね。場所はローチャジュの丘の西側です。時間は夜限定で、昼はいません。ってことで、あとは道なりです。一応エリア開放にギミックがある場所もあるので、わからない人は見ていってね。風よ、散れ。やっ。